今回めっちゃおすすめ。実は私、腹筋いつもやってるんですけど、腹筋の上部が出てきて、ウエストが寸胴になってしまったんです。そっから、今回の腹筋メニューに変えたんですよ。今回のメニューって、体をひねる腹筋メニューが多いんですけど、そのメニューに切り替えて、1ヶ月でマイナス4センチ、ウエストが細くなりました。体重ほとんど変わってないんですけど、見た目がもう明らかに変わってきて、今回皆さんに紹介しようかなと思いました。ウエストを細くしたい人は、腹斜筋と腹横筋を使いながら、体をひねることをした方が筋膜が剥がれてお腹がすごいスッキリしてくるんです。食後のお腹が出やすい。ウエストがまっすぐになって寸胴になってる。お腹が上のところからぽっこり膨らんでる。そういった方は一緒にやりましょう。1種目全部5回です。すごい簡単にやりやすいメニューになってるんで、一緒に頑張りましょう。まずはウエストの筋膜を剥がすために体をひねっていきます。手を後ろにつきましょう。このまま足を左右にひねります。5回。息止めないように。1、2、3、4、5、OK。 徐々にレベルアップして、一番最後にスペシャルメニュー含めてます。最後までいっちゃいましょう。次はひねったままで足を5回引き寄せます。体が後ろにいかないように前かがみです。息吐きながら1、2、3、4。ウエスト引きますよね。横向いて1、2、3、4、5。 OK。 今のを交互にいきます。手首痛かったら振りながらやったり、止めながら続けてください。お尻を持ち上げて足を開きましょう。このまま足を横に倒していきます。5回。しっかり体に入れて、お腹を横向ける感じで3、4、5。 OK。肘をついて寝ましょう。体を横に向けます。このまま膝を5回抱えましょう。左右いきます。1、2、3、4、5。反対も一緒、しっかり横向いて寝たら足を開きましょう。左手で左足首をつかみます。左手をタッチする感じで右手で置きます。5回。1、2、3、4、5。反対も一緒です。体を起こしたままでかかとをタッチする感じで左右に動きます。体をできれば起こしていきましょう。息吐きながら5回。1、2、3、4、5。ああ、効いてる効いてる。手を合わせましょう。足を開いてこのまま膝を交互にタッチしていきます。お、できれば起きたまま5回。1、2、3、4。
四、五、オッケー、効いてる効いてる。ラストはお腹全体を引き締める腹横筋を使います。膝を開いて手を前に伸ばして足上げて手を振りましょう。ラスト10秒いきます。スタート、最後まで頑張ってできたよーって方、グッドボタンとコメントで感想教えてください。毎日1回やることで腹部のウエストが引き締まってきますので、1ヶ月を目安に続けてください。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。